アイテム番号。SCP-22。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。金庫扉が SCP-022 を封印するため事件22827の後に取り付けられました。常に施錠しておきますが、SCP-221 の個体が出現した場合は例外とします。本来の SCP-022 へのドアは事件22827発生地 U に破壊されましたが、これは場所を変えようとする試みが失敗に終わったからです。防犯カメラが SCP-022-1 の個体を監視するために設置してあります。SCP-022-1 の個体が出現した場合には、それが SCP-022 を離れようとした瞬間に自動システムが焼却することになっています。この時点で清掃員を中に入らせるために金庫扉を解錠しても構いません。仮に自動システムが SCP-022-1 の個体を破壊するのに失敗した場合には、対応部隊は入室しそれを無害化することを許可されます。いかなる状況下でも生きている人間は誰も SCP-022 の中に入ってはいけません。ただしクラス4職員が試験目的で指令を出した場合は例外とします。また、クラス4職員は SCP-022-1 の個体を捕獲し保持する指令を出しても構いません。しかし、SCP-022 収容盾屋から連れ出すことは認められません。説明。SCP-022 は英国の、編集済み、病院地階にある死体安置所です。1980年まで、その死体安置所での特異な出来事の報告はありませんでした。奇妙な活動についての報告を初めて受けたのは1980年11月のことでした。そのエリアはすぐさま財団により隔離され、建物すべてを廃棄処分にするという公式発表がそれに伴いなされました。その奇妙な特性が急に具現化した理由については調査中のままです。定期的に、死体安置所内のランダムな引き出しが開き、カバーシートをかけられた剣死体が姿を現します。開いておよそ6分後、剣死体は動き出し死体安置所を出ようと試みます。この時点で剣死体は SCP-022-1 に指定されます。場合によっては剣死体はあまりの損傷あるいは腐敗ゆえに SCP-022 から出ることは愚か台から身を起こすことすらできないでしょう。この場合、SCP-022-1 は典型的には最後の時まで体の上で A-2 のタウチ痙攣することになります。SCP-022-1 の個体が体の上に A-2乗ったまま最後を迎えたら、台は引き出しの中に戻り、それから閉じます。燃えた体組織の匂い跡からその直後に起こることは歴然としている、報告はそう示唆しています。SCP-022-1 の個体を支えるエネルギー源は今のところ不明です。個体は呼吸せず、食事せず、睡眠も取らず、それにそれらの体はどのような熱も生じません。最後を迎えた SCP-022-1 についての分析では器官や化学物質について異常なものの存在は何一つ認められませんでした。それらは完全に人間の剣死体であるかのようなのです。個体はまた普通の人間をしのぐ物理的力を保有します。直接の試験で示されたところは問題含みのものでしたが、研究者たちが見積もり持ったところによれば、筋力は釣り上げ力でおよそ500ニュートンまでに増加し、これは似たようなコンディションの人体から予測されるものを上回っています。この作用が剣の不明のパワー源につながるものなのか、あるいは完全に別の現象であるのか、それを決定するための分析が進行中です。身体部位が SCP-022-1 から切り離された際には、最も質量の多い部分がその作用を保持し続けます。残りの部分は不活性化します。頭部や脳を破壊しても SCP-022-1 は無害化できません。その代わり、胴体下部と胸部が活性を維持します。体組織を完全に破壊することだけが SCP-022-1 の個体を成功裏に処理する手段であるようです。放っておけば、ただ単に SCP-022-1 は最後を迎えます。すべての動作は停止し、それらは再び普通の剣死体になるように見受けられます。これにかかる時間は身体の損傷具合と腐敗の進行度合いにより、2日から3週間の間のどこかになります。調査が明らかにしたところによると、SCP-022-1 として振る舞う死体に対応するものが、各国で盗難が報告された剣死体についての記載の中に見出されます。この転移の仕組みについては現在研究されています。新たな物体を SCP-022 に加えるのは今のところ不可能と結論されています。
SCP-22 の中に入ったものは何であれ扉を通り抜け次第すぐに消滅し、何の痕跡も残しません。これには非生物と生物検体が含まれます。ホイ022、1および22、2を参照。SCP-022-1 の個体が機能する口、舌、器官を保有している限り、研究者は完全にコミュニケーションを取ることができます。詳細についてはインタビューログ022-751を参照のこと。ホイ022-1、南側の壁を一部取り除いて SCP-022 への新しい入り口を作りたい、という要請が受理されました。この要請は承認待ちです。ホイ022-2、物質の体積が SCP-22 直上の部屋の床に発見されました。それに含まれているのは SCP-22 の中に送り込んだ全物質、ただし人間は除いたもの、であるようです。すべての素材が壊れすり減っているように見えます。金属製のところは大量の錆に覆われ、生体部分は様々な段階の腐敗にあります。試験が明らかにしたところでは、物体を SCP-22 に挿入してから上界に再出現するまでの時間は正確に183秒となります。入った人間は、しかしながら、上述の体積に出現しません。その代わりに、人間は死体安置所に取り込まれたようで、後々 SCP-022-1 の個体として活動するのかもしれません。